上げてくださいよ。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。その辺のこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい、これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。まあ期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中が浮かばれやしない。